お疲れっす。フリスク。クリスです。フリスクさんでしょ。クリスです。いや、連絡は。行って。いや、オートバイ買ったって。あ、そうなんですよ。早っ。じゃあどっから情報。いや、あの情報は全部耳に入ってくるってば。怖いんですけど本当に。しなさりんろうへ。何乗ってるば。原付っす。あ？原付です。BB な。BB ってなんすか。いや、原付乗ってるば。移動手段で。我がオートバイ屋に売るよ。お、マジっすか。うん。何持ってるんですか。ジェファー売るよ。ゼファーとか乗らないっす。いや、ジェファー乗れ。いや、似合うはずよ。いや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 。行った相方あげるさ。はい。行った相方。お店やってるんだろ。あ、そうなんですよ。なんかあ、そうです。こっちです。呼ばれたわけよ。知ってたんすね。やがお世話になってるさ。はい。行った相方によ。はい。まあだから行った相方のお店でだ。はい。こっち食べに行こう。お、いいっすよ。筋通ってるだろ。角煮饅頭屋さんっすね。は？角煮饅頭屋。角煮饅頭屋やってるわけ？はい。ちびらさんや。はい。行ってみよう。あ、上等。上等ごやりやせ。マスターズが初めてですか。ご飯初めて。弱れだっけよ。うまいいところさ。はい。めっちゃ褒めるじゃないですか今日。ん なんすか。逆に違和感なんですけど。上等さ。大変よ。ずっといいことしか言わん。あの宣伝感強いんで。宣伝感強い。宣伝してないよ。あ、してない。すいません。行った相方のお店だろ。はい。わが食べるよな。お腹空いてます？わあ、この日のために4日食べてない。そんなに開けすぎじゃないですか。元気っすね。ご飯食べなくても元気なんですか。わあ、あれだわ今日。何があるの？メニューが上等さ、見てみ。角煮饅頭定食。うん、これにしようじゃん。定食で。定食にしよう。なんかすごいっすね、飲み物も。バヤリース三つ野菜だ。沖縄っすね。バヤリース一番先頭にあんのは ここだけじゃないですか。楽しみやすさ。キキっすよね。キキ、あの喜び2つでキキ。いい名前だな。じゃなんか、いやなんか宣伝感強いやつは。何がよ、何が宣伝やんか。しなさりんどうや、アメリカ。何が宣伝。なんか違和感あるんだ。すごいな、なんか内装とかもなんか同級生とやった感じだな、この感じは。あ、聞いた話によると、あの内装屋とかじゃなくて自分たちでやってました。やっぱりな。すごい若いんよ、ワン。見た感じわかる。これ見てみ、花ブロックわかるさ。これもあれやつさ、業者に頼んでない。あ、自分たちで。この見た感じあれだわけよ、うん、同級生とやったわ。ちゃいます。すぐ若いん。マスターさん、なんか今いつもと違いますね。何がよ。なんか全部分かった感じで。何も初めて入ってるこっちは。楽しみっすね。やば、オートバイ買えばいいんだけど。もう来たー。う、ね、よし、上等。手芸美味しそうだな。やばいっすねー。ニーニー、これは何ね。これはその薬味として角煮饅頭に入れる四川風ピクルスです。四川風ピクルス。ピクルス、これは何ね。これはまた辛いのが好きな方にこの入れていただくタケノコラー油。わしにつけるよ。あ、辛いのいけるんですか。わてげる。辛いの上風さ。これが島豆腐ね。これあの最後にあのデザートとして杏仁豆腐を。おお。アラニアラ40。杏仁豆腐。ゆくしさん。でこれが角煮。
で、ここがスープ。よし。え、アメリカ、見てみ。提言も先生だろ。で、はい、主人公登場やさ。ミキマン、いくよね。主人公登場まで、3、2、1、ウリヒャ。うわ、来たな。いざ、映えますね。かかってこい。だ、誰に誰に言ってんすか。パッチーサビラよし、聞いた情報によるとよ、この角煮があるさ、はい、弱いわけよ。この角煮をこう生地の中にルーで入れるわけよ。あっとけ、死に熱くこいす。熱いですね。熱かったんだ。だ、我がじゃ角煮をこの生地に入れるまでや何も喋らないで見とけ。はい。何が、はい。え？かわいいな、見てみ。かわいい。キーキー。なんか財布としても使えそうですね。どうする？何してる？おい！そうっすね、そうっすね。びっくりした。食べ物だろ。そうっすね。何が財布？ワンナが財布しか持たん。しかも、あ、そういうこと。なあ、すいません。これがじゃん。はい。これ入れるわけよ。ああ。よし。じゃあ、アップアップアップ。よし。とけよ。よし。よし。フリスク。はい。KO。 なんすか KO って。この食べ方が面白い。ああ、なるほど。はい、じゃあ主人公します。ないか、いや、はい、NN なんすか NN って。なんでなかったの今まで。今までなんでなかったの。角煮まんじゅうでもありますよね、県外とかに。長崎にもあるって。長崎、あ、あるんだ。要は、あ、分かるんですよ。 ONN なんすか ONN って。沖縄になんでなかったの。なるほど。テーゲーマーさん、辻と思ってる。要はあれさ、角煮の中に、あら、生地の中に角煮入れるということ自体がまず面白いし、うん、で、肉もあれさ、丁寧に煮込まれてるやつさ。あー、柔らかいですか。死に柔らかい。生地もふわふわでよ、したたか回さしさ。で、見てみ、角煮定食ってのはよ、一つだ表現するんだったらあれさ、青年会要は島の若田 OB からみんな集まってるわけよ、この定食に。うん、わかるだろ。うん、誰が主人公でもないわけさ。うん、うん、みんなで道連れやんば。これもみんな来るしかないですね。
ようまるさん、キキに角煮まんじゅう食べに来るのは定月筋取ってるよ。